1番どうぞ。はい、ですね、さっき PV を見て気づかれた方もいると思うんですけど、エピソード4から UI が一部ちょっとですね、変更というか少しデザインが、ね、若干微調整されております。ちょっと、ね、色味とか、はい、あと細かいところのデザインとかが変わっております、はい、大きくは変わってないんですけど、うん、はい、より見やすいような形に修正してます。はい、そうですね、青緑系だったのが、ね、青系に今回変わってますね。はい、ですね、それでですね、順番に見ていきたいなと思うんですけども、変わり変わらなくて、まずボディペイントがね、2つ選択できるようになったんですよ。お、今まで1つだったじゃないですか。ああ、はいはい、これいいけどなーだけど、こっちもいいしなみたいな、うん、あと日焼けいいんだけど、まあ、ちょっとこれ肌から分かりづらいですけどまあ日焼けいいけどこれつけるとタイツつけれないなとかってのあったと思うんですけど、うん、まあこうやって組み合わせでですね、しかも微妙にこうボディペイントが重なったところもですね、薄いところはですねちゃんと反映されたりするので、結構自然な形でボディペイントが合成されるようになってますので。これはどっちが上に来る下に来るっていうのはもう物に依存するんですかね。あ、これ順番ですね。順番か、はい、この位置が上優先ですので、ね、はい、すごい。ちょっとこれデフォルトのキャラメイクなんでアイテム数がボディペイントを買うとか少ないんですが、まあまあ機能だけ分かっていただければと思っております。ということがちょっとできますね。なんかコメントとかで質問があれば拾っていただければ、はい、随時答えていきますので、うん、やっぱ順番で変えられるっていうのがすごい。同じ2つのもの組み合わせるのでもね、順番で変わりますもんね、うん、どっちが上に来るか下に来るかで違いますからね。お尻が見たいそうですね。なんかお尻ってコメント多いですね。尻クリエイト、尻クリエイト、尻クリエイト。順番あれですけども、はい、腰回り調整というですね UI が追加されまして、横から見た感じですね。はい、で、まあ今までね、やっぱりじゃあ今までの体型変化ですと、まあこうやってやった時に、なんでしょう、あ、ね、全体的に大きくなると、そう、細くするとお尻が大きくなっちゃ、あ、小さくなっちゃったんですよね。ただこのくらいの細さでお尻が大きいキャラ作りたいっていう要望あったんですね。はあ、はあ、そうですね。けど今までできなかったんですけど、細身のキャラを作って、ただお尻だけは大きくしたいんだっていう時にですね、お、腰の幅が、おー、すごい、こうやって横を見立てる、いい体、腰回りをしてるのは、この腰のラインも、ね、編集できるから、腰がね、腰です、ね、これもちろん男子もいじれますよね。はい、いじれます。そうですね、よかったよかった。うわー、最高。もう寸胴ができるってことね。うわ、フェチズムどんどんバレるな。逆に寸胴もできるってことな。寸胴もできますね。面白い、いいよね、イカ型結構太い、太くしてもなかなかね、腰のくびれが取れないっていうのがなりましたよね。逆にちょっとごつくして腰だけは細いのとかやりたいなって時もできたんですよ。あー、面白い、すごい暗算型リアルになりますね、よりね、うん、面白い、まあ、こういうことができるようになると。そして、まあ同じようなところで首回りですね。首回りっていうとまたどの辺なんだよって話なんですけど、これすごい、今まで、体型変化しても、まあ、頭の大きさって変わらなかったんですよ、はいはい、で極端な話、なんかちょっといびつ なんか顔だけちっちゃかったりとか、あとキャラクター身長低くするとなんか顔だけなんかちょっと、大きいのか、なんかちょっとバランスがね、ロリっぽいじゃん、ちょっとバランス悪くなって、結局身長ってなんかこれくらいで落ち着いちゃったりとかしてたんですけども、まあ、例えばちっちゃいキャラクターを作ってですね面白い、これだとすごいバランス悪いじゃないですか、頭だけちょっとでかくて、でそれに対してちょっとこうやって小さくすることでバランスが取れる。わあ、幼女はかどるなこれ。かわいい。で、首の太さも変えられるし、あと長さですね。すごい、やっぱ結構ですね、首の長さによってやっぱバランスが悪かったりしたんですけども、首の長さが変えられることによって、いい体型の、やっぱ身長高い時は首が長い方がいいですし。そうか、頭身が変えられるんですね。あ、そう、これでマフラーに埋まったりするのも。あ、そうです、改善できますね、これね、はい、うんうんうん、髪修正って言われています。はい、はい、ただね、ちょっとね、やっぱりね、後から廃止なんで追加された仕様なので、うん、1点だけちょっと申し訳ないところがあって、うん、今顔があると思うんですけど、はい、
この辺変化によってですね、ちょっと顔の本来はねこのバランスのまま変化してほしいんですけど、ちょっと大きさ変えるとですね、あの目の位置が変わっちゃって、でこれがまあ割と最初の初期の頃からある顔に関しては、そういう感じなので、ちょっとあ顔これでいいやと思って、あの頭の大きさだけ変えようと思ったらまたちょっと変わっちゃったりするので、ここはちょっと不便かなと思うのがあるんですけど、ただ最近入った新規のスッキリ顔とかだと実はこのままの状態で大きさ変えるんですね。なんでこれはやっぱりその理想された時期によるというか、なんでそこは調整するからいいよって言ってくださっています。そこも含めて俺らは調整するって、まあ、ちょっと癖がありますけど、ね、こちらで対応しますということです。一応あの優しい、なかなか、あのありがとうございます。はいはい、あとですね、じゃあアクセサリーいきましょうか。顔張り増えてますよね。顔張り増えてますね。ちょっと耳のパターンですよ。耳パターン、そうそう、びっくりした。あの今の耳のパターンですね。あ、じゃあアクセサリーいきましょうか。あ、すごい好評ですよ。いいから早くよこせとか、そこが醍醐味であると必死ですか。気持ちはわかる。まだデバッグしてるからね。そうか、すごい。俺も真後ろで見ちゃってるし。いち早くじゃあ今日ね、こうやって見せていただいてるということで、まあ、ちょっとさっきあの動画であったような羽みたいなのはちょっとないんですけども、例えばまあ帽子とか、ね、あ、アクセサリーの大きさとかも変えられるっていう、はい、ね、とうとう来たね。まあ、今までね位置変更はできて非常にこれも好評いただいたんですけども、まあ位置変更が入った瞬間に角度サイズお願いしますと。位置じゃなくて、位置じゃなくて角度なんだよとかね、スケールなんだよみたいな、ね、そうか、角度か。で、やまあそうですね、例えば頭の大きさによってはね、うまく帽子がはまんなかったりとかするので、そうなんです、で浮いちゃうんです。サイズがですね、こう何でしょう、三軸で変えれるので縦長とか、圧縮になるんだ。だからそうそうそう、横長とかもできるんですよね。おお、全然変わりますね。へえ、だから当倍でやりたい場合は、ね、イメージが全然変わっちゃうよね。全然違うな。当倍でやる場合は同じこのスケールにしとけば当倍になるんですけど。ああ、の帽子は斜めにかぶれるんですかという、はい、あ、おしゃれかぶり。ちょっとやってみましょうかね。で、まあ、例えばちっちゃくしました。で、まあ、ちっちゃすぎるよ。埋まってますね。埋まってます。あ、ちょっとあれだ、ごめんなさい、ちょっと下すぎて。えらいことの位置調整からかな。あ、おお、大きさを戻します。触りてー。で、おー、すごい、角度が、おお、おお、結構倒れますね、がっつりね。あ、すごい、あ、ちょっと後ろめにすると可愛いかも。あ、すごい、そこまでいけるんだ。顔がしっかり見えるね。ジュリーって斜めかぶりとかできるね、これ。いやー、あ、斜めいいよね。で、これでちょっと位置を調整してあげるっていうね。ジュリー、ジュリー、ジュリー古いわって言われてますよ。ジュリー、うん、これすごいわ。なんだってすごい、すげーって。まあ、あの万能ではないのであれですけども、うん、はい、いやでも皆さんこの勢いだとこちらで微調整しますということじゃないでしょうか。まあ、こういう感じ、はい、ちょっとね雰囲気出して、はい、被ってみたい、はい、自分のイメージ通りにね、はい、だいぶ近づけることができますよね。あと、そうですね、あのちょっとやっぱりこのアクセサリーもそうですし、体験変化とかはですね、キャストも面白いのでちょっと見ていただこうかなと思います。はい、画面の2の方行ってもらいましょうか。おー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 、違う画面に行きました。ちょっとマイクフォローお願いします。ちょっとずれちゃった。ドリア、もうこドリアやりましょうか。あれ、マイク、マイク、あれ、やりますよ。あ、回っちゃう。はい、どうぞ。あ、すいません。まあ先ほど、PV でもありましたけど、まあキャストでなんかちょっと SD っぽいちっちゃいキャラクターのキャスト作ってる方いらっしゃると思うんですよね。うん、ナッサとかも結構ちっちゃいキャラクター作ってますけど、うん、かわいいやつ作ってます、うん、こなす、あ、まあ、ちょっと頭大きくすることで、はい、なんかこう SD キャラというか頭身が全然違う、頭でけえ、かわいい、これめっちゃかわいい、
オリジナリティがある。で、はい、逆にまあ結構ヘッドパーツって物によってちょっと大きすぎて使いづらかったりするケースもあったと思うんですけど、ちょっとこう小さくして、あーでもなんかすごいリアルサイズっていうか、なんかそう、わかるわかる、こういうのもあり、すごいなんか巨大ロボっぽくなった、めっちゃ可愛い。なんかこれとかね、結構やっぱ比較的使いづらいあのヘッドパーツだった、これくらい、標準これくらいですけど、まあ、これをちっちゃくして、まあ、こうやって使えるようにしたり、なんかね、いいサイズになりますよね。すごい印象が変わりますね、頭の下で。あとはやっぱ腰回りですね。腰、キャストの腰はそこなんだね。なんで腰にそんなに反応するんだろう。腰は大事ですよ。ちょっと見づらいですけど、あの腰をいじると、まあボディがちょっとキャストの場合は変わって、この関節部分が見えるんですね。面白いな、継ぎ目っていうか、こうね、ちゃんといつもは見えないんですけどね。面白い、そこまでちゃんと、はい、こう触ることで、いろいろね、ね、軸の部分が見える。軸が見える。軸マニアにはたまらないらしい。いるのかな。どういう可能だっけ。一定数いるんでしょうか。たまにいるよね、関節がどっちみたいな。すごい。すげえ。とかとかですね。いるんですよ、軸って。そうなの、うん。キャストのとこで見たいのあったら。今しかないよ。見たいやつどんどん言って。なんか見たいやつリクエストして、リクエスト。っていう前ね。コメントで言ってくれたら、今だったら。時間はまあまああるよ。うん、拾います。どうぞどうぞ、いろいろ言ってきてください。まあそうですね、こういう場合とか。いやもう十分、いやもう十分ですよ、うん、なんかなんかライトとかは情報が自分の中で追いつかないと、うんうん、思ったより言葉かなっちゃって、なんかオッケーするになっちゃって、はい、ちょっとクレジなくなっちゃう。ライト変化、背景やライト変化って言ってますけど、ああ背景のライト変化とか、そうかそうか、さっき言ってましたね。すごい、おまか、おまか、かっこいい。あ、ね、両側についてるやつってこう両側がこう対称に動くようになってるんですよね。あーわ、ほんとや、うわ、これはみんな細かくできますね。細かい、やいやいやいや、これ1週間エスとこもるな。うん、うわーすごーい。でさ、あのサイズもさっきもあの縦横、別々にいじるので、もうちょっと変えるだけで全然印象変わっちゃいますからね。へー、うわー、まあ、いろいろと遊べるという感じですね。で、そうですね、ちょっとじゃあライト周りも一応どうしようかな、女性の方がいいのかな。なんかね、女性とか、はいはい、人型が見たい、人型、女性のキャストが見たいっていう人が多いですね。女性キャストはそんなに変わんないですよ。そんな変わんないか、かっこいいね。これ今頃高騰してんのかな、アクセ買いだめとかしてんだろうな。はい、で、ちょっともう一回、画面の位置に戻りまして、すごいな。スポットライトかな、モーションテスト、あ、モーションテストしました、はい、すごい、キャラクターがね、ここで見えました、一応ロビー役がね、あ、はい、角度も、あとロビーの標準立ちポーズってこうなんですよね、うん、あ、違うんだ、普段とその、はい、あのエステ内の立ちとあのロビーの立ちって違うんです、違うんですね、すごい、かわいい、めっちゃかわいいじゃないですか、うわ、友達になりたい、まあ、そう、これはねエステの特権ですよね、目線ものはね、うん、はい、あとはスポットライトで、だいぶお腹がいっぱいになってきましたね、まあ、あーライトの当て方もできるんだ、わーすごーい、わーすごーい、ね、下から当たるとちょっと変だったなとかっていうのは一応チェックできるよ、なるほど、あーすごーい。で、じゃあ最後になりますけどフィールドテストですかね、まあやっぱりエステ内と外ってちょっと光源が違うので、そうですね、出てみるとちょっと印象が違うとかってあったと思うんですけど、はい、まだ1時間規制がありましたもんね、だからね途中でつけましたもんね、うん、わー、へー、すごい背景が、あ、これはいい、すごい、わすごい、これはすごい、こっからさらに明かりいじれんだ、うわすごい、ここデバッグツールみたいになってるじゃん、もういっぱい写真撮ろうすげー、おー、まあこうやるとまさにここでもいい映像ね、神、これロビーから出てこなくなるぞ、やばい、ロビーじゃねえ、すごすぎる、エステにずっと いよう、すごい感動してますね、
すげえすげえ。これやっぱりすごいね、要望多かったんでね。あ、あ、白くなりました。はい、これはあ、もうここで写真撮っちゃう。あ、そうですよね。そうですよね。昔も撮ってましたもんね。ポーズもできるしさ、うん、しかも目線が多いからいいんですよ、ロビーの。あ、かわいい。あ、いい、めっちゃ綺麗。はい、というですね、キャラメイクでしたけど、いかがでしょうか。うわー、すごい。やったー、すごい。あ、火山みたいです。火山、火山、火山お願いします。火山、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 火山が見たいの。火山が見たい。ほら、これ火山です。そうね、こういうボケがあるところで。暗い感じ。やっぱライティングも変わりますからね。あ、かわいい。全然違うところですね。もう食い行かなくていいやで、それは行こう。わかるけど気持ちは。あとは実装してから検証するよ。あ、海も可愛い。これ水着で行けばいいのか。可愛いです。あらら、あらら、8月ですね、これ。8月ですね、これ。武器の位置調整も見たいということですが。あ、ちょっとそれはこの中では見なくて、はい、あれはあの、はい、ロビーとかでやるので、ロビーとかですね、はい、ーロビーでやるんだ、そっかそっか、はい、そうですね。あ、そうなんだ。へ、あれ、エステ内ではない機能ですね、あれはね、はい。武器の位置調整は都度変更ですか、その武器を変えちゃうと戻るとかじゃなくて。はい、武器の、 あの、はい、位置調整はどうやって記憶されるんですかね。あれはカテゴリーごと都度かな、ちょっとどう、なんかただあの不便だ、それだと不便なんで一応対応考えてるんですけど、はい、以上ですが、どうでしょう。はい、満足。はい、いや、もう満足。楽しみです。素晴らしい、素晴らしい。